はい、こんにちは、夏林です。今回はビデオカメラのテストの第2回目になります。前回紹介した通り、ソニーのビデオカメラを買ったわけなんですけれども、これにですね、ここにあるように、ソニーのマルチインターフェース集対応のビデオ、マイク、モノラルマイクですね、これを手に入れました。これをの音質チェックをやってみたいなと思います。あとですね、ビデオのですね、手ブレ補正のテストもやっていきたいんですけれども、前回の動画で、実はこの空間手ブレ補正よりも iPhone6 の方がなんか手ブレが少なかったように見えたので、ちょっとそれをですね、徹底比較していきたいなと思います。これからはこっちをメインで使っていくかなとは思ってるんですけれども、これのモノラルマイクの性能がどれぐらいのものなのかっていうのをやっていきましょう。ちなみに今撮影しているのは iPhone6 Plus に Zoom の IQ5 をつけて撮っています。それの音も一応やっておきましょうか。ギターの音もね。Zoom の IQ5、かなり性能は上です。これからこの、マイクもテストしていくわけなんですけど、いかに、その音質の違いをチェックしていきましょう。はい、次はソニーのビデオカメラです。790V の本体のマイクを使っています。チャンネルはステレオです。2チャンネルで撮っていて、録音レベルはマニュアルです。ゲインが8ぐらい。10分の8ぐらいのゲインで撮っています。さっきの Zoom の IQ5 と比べて、どんな音で撮れるでしょうか。こんな感じです。ビデオカメラの本体のマイクの音のチェックです。次はいよいよこちらの外付けマイクモノラルですけども、そっちで撮ってみましょう。はい、今度はマニュアルモノラルマイク、外付けのモノラルマイクで撮っています。先ほどの本体のステレオマイクとどのような音の違いがあるかをやっていきましょう。ギターの音はこんな感じです。ワン、ツー。この外付けのモノラルマイクをつけるとですね、なぜか録音レベルはいじれないようになってしまうので、どんな風に撮れてるかちょっと不安ではあるんですけれども、一応液晶の方でレベルメーターはちゃんと動いているので、まあ、録音はされていると思うんですけれども、さっきの本体のマイクとこの外付けのマイクと、どのように取れてるでしょうか。ステレオ、本体側はステレオで、今のやつはモノラルなんですけれども、なんでわざわざモノラルマイクを使わなきゃならないのかっていうことも一応解説はしとかないといけないなと思うんですけれども、ステレオ、まあ音楽、特にこういうギターを取る場合は、まあ、ステレオで取るのがこう普通なんじゃないかと思われがちなんですけれども、まあ弾き語りの場合はまあもちろんそれでもいいんですけれども、ことですね、僕のこういう動画、何かを説明したり、紹介したりとかそういうものの場合は、人の声、これをちゃんと拾えるかどうかが一番のポイントになります。その場合、ステレオだとですね、広い音の範囲を、広い空間の音を拾ってしまう。そうするとですね、ここの部屋はまだ吸音してるからまだいいんですけれども、そういう、部屋の響き全体を拾ってしまう可能性があるんですよ。そうするとその部屋の響きっていうのは邪魔な場合が多いので、モノラルで、ピンポイントで人の声を、ここの声だけを拾うようにした方が、見てる動画にとってはクリアに聞こえるということがあって、わざわざモノラルで、撮るということがあります。なので、ステレオとモノラルっていうものをうまく使い分けると、ビデオカメラの音質向上に役立つと思います。こんな感じで、いかがでしょうか。はい、こんにちは、夏林です。今回は初心者のためのギター講座ではなくて、はい、次はソニーのビデオカメラです。790V の本体のマイクを使っています。はい、今度はマニュアル、モノラルマイク、外付けのモノラルマイクで撮っています。今度は外に出てですね、そのモノラルマイクの外側を向けた方と自分を向けた方、自撮りの場合の音の拾い方というのもチェックしていきましょう。はい、今は外の方を向けて撮っています。で、この声が正面を向いた時にどういうふうに変わるか。今は自分を向けて撮っています。この時と外側を向けて撮った時の音の違い、どんな感じに撮れるでしょうか。はい、では次はですね、このカメラの手ブレ補正の効果を徹底検証したいと思います。まあ前にも言ってる通り、 iPhone とこっちの空間手ブレ補正の対決という感じですね。このカメラは、3種類の手ブレ補正のモードがあります。まあ、手ブレ補正なしと、アクティブとスタンダードという3種類があります。アクティブがより手ブレ効果が高いで、スタンダードが普通で、キリがあえて手ブレ補正しないというタイプですね。この3種類を歩きながらの絵で比較していきましょう。同時に iPhone6 の手ブレ補正も試してみたいと思います。はい、最初はソニーのビデオカメラです。手ブレ補正をオフにしています。その状態で、並んで歩いての撮影です。一脚とかは特に使ってません。手で持っての撮影になります。いかがでしょう。はい、次は手ブレ補正がスタンダードタイプになります。さっきよりも手ブレが少ない動画が撮れていると思いますが、いかがでしょうか。はい、次はアクティブモードです。このモードが一番手ブレ補正がしないモードになります。これで撮った動画で、手ぶれ補正の様子を撮影しています。はい、次は iPhone 6 Plus です。iPhone 6 Plus の手ぶれ補正の様子を、撮影しています。意外にこれでも綺麗に撮影できるんですが、ソニーのデジカメと比べていかがでしょうか。最後はですね、走りながらの撮影です。これでも空間手ぶれ補正はきちんと効くのでしょうか。一応立脚を使って撮っているので、かなり安定はすると思うんですが、いかがでしょうか。iPhone 6 Plus もね、すごく綺麗な動画が撮れるんですよ。ブレが少ない感じで撮れるみたいなんですけれども、実際に歩きながらのどんな風に撮れてるでしょうか。はい、というわけで、長々とこのカメラの徹底テストをしてみました。最初は音声と最後の方は手ぶれ補正のテストでした。YouTube 専用として、このビデオカメラを買ったわけなんですけれども、それの適性としては、外付けのモノラルマイクの方はかなり音質も良くてですね、そっちで使うのであれば YouTube 専用マシンとして、すごく有効なんじゃないかなと思いました。iPhone ももちろんいいんですけれども、こっちの方はやっぱりこの液晶画面を見ながら撮影できるというところが一番大きなポイントなので、iPhone でも内側カメラを使えばそういうことはできますけど、画質が落ちちゃうんで、綺麗な画質でしかも音質も綺麗に撮れるこのビデオカメラ買って良かったんじゃないかなと思います。今回はこんな感じです。ありがとうございました。この動画を気に入った方はですね、ぜひ僕のチャンネルを登録してほしいなと思います。毎週金曜日の夜に更新しますので、よかったらチェックしてみてください。では、さようなら。